生まれた瞬間、人は皆自由である。そこにはまだ何の束縛もない。だが年を重ねると様々な力に縛られる。次第に自由を奪われていくのだ。そしていつしか自由へ戻ることに恋焦がれる。だが本当はいつでもそこへ戻れるはずである。ジョジョ、爽やかな潮風、この開放感、新たなる旅立ちって感じだな。アドル、お前さんの話に乗ってよかったぜ。もう随分とエステリアに閉じ込められてたからな。誘ってよかったよ。ああ、自分の故郷を旅立った時以上に興奮しちまってる。本当にいろいろなことがあったが、お前さんには感謝してるよ。こんな晴れやかな気分は久しぶりだぜ。アドル君、ドギ君、二人ともここにいたのか。いや、まさか本物の海をこんなに間近で見られるなんてね。しかもこれほど大きな船が浮かんでるなんて今も信じられないよ。一体どんな魔法なんだい？そりゃまあ、フレア先生は生まれてからずっとイースで暮らしてたもんな。俺なんかよりよっぽどか。その通り。地上にいられること自体私にとって奇跡のようなものさ。ましてやこうしてセルセタの花の原種を探しに行ける日が来るなんてね。セルセタの花、確か薬草の一種でしたっけ。グリアとイスパニの国境にある樹海が原産地とかなんとか。うん、君たちがそこへ向かうと聞いて、いても立ってもいられなくてね。ぜひこの目で確かめたいと思い便乗させてもらったんだ。アドル、顔負けの行動力ですな。でも気をつけてくださいよ。その様子じゃ花を見つけた日には嬉しさのあまりそっとおしまいそうだ。はっきり言ってそうなってしまう自信はあるよ。ま、セルセタに着くまでまだ時間はたっぷりある。しばらくはこの船旅をのんびり楽しむとしようや。
乗客の方ですな。船旅は楽しまれていますか？見たところお若いにもかかわらず旅慣れているようですが。おっと、そうでしたか。これは失礼いたしました。この辺りが初めてでしたら、もうすぐ珍しい景色が見られますよ。おや、あれは山？いや、島みてえだが。ご乗船の皆様、私は船長のビクトル・ラサルです。本日は定期客船アダマス号のご利用誠にありがとうございます。皆様の左手に見えてまいりましたのは、多島海として有名なオベリア湾でございます。現在天気も良好で、湾内にひしめく大小無数の島々をご覧になれます。本船の目的地であるセルセタまではまだまだ時間がかかります。青い海と美しい島影が織りなす風光明媚な景観をしばらくお楽しみください。わかった。すぐに行こう。おほう、これはまた壮観だね。オベリア湾か。確かにな。そういや、アドル。お前さん、エステリアに来る前は西の多島海を目指してたって言ってたな。ひょっとして、ここが…おっと！おいおい、島に近づきすぎだろ。これじゃ景色を見るも何も。おい、アドル。やろうか。心平らかにして敵を見よ。全ての戦士は神々の手中。運命を恐れるな。勇ましく死んだ者は神の国へと導かれる。叫べ、我らが神の名を。まさか。海賊だ！やはり傭兵を雇っていたか。盾の壁！突撃！こっちだ、先生。ああ、すまないね。うん、もしかしてお前も傭兵か。それにしちゃひょろいな。僕、剣なんて使えるんですか？確かに、後ろのでけえ方のがやりそうだ。決まってんだろ、お仕事よ、お仕事。まあいい、とっとと片付けるぞ。
なんだと？こいつ、やってくれたな。おい、こら！用心棒を引き受けるような傭兵に手間取るんじゃねえよ。すみません、見た目の割に腕が立つようで。へえ。なるほど、私がやろう。神への祈りは済ませたか。腕は立つ。ちび、そこまでなのか。せいぜい頑張れよ、赤毛の僕。姫様、お引きください。その者はどうやら乗客のようです。は？すでに船長の身柄は確保しました。こちらへ。なるほど、あれが海賊か。初めて見たよ。やれやれ、巻き込まれちまいましたね。ビクトル・ラサル船長、なあ、約束したろ。通行料なしでの違法操業、次はないって言ったはずだよな。待て、もう二度とやらない。この通り、どうか命だけは助けてくれ。あんたも分かっているはずだ。傭兵まで雇っちまったらもう言い逃れはできないだろ。君、やめておけ。あれはただの海賊じゃない。バルタ水軍だ。
いやー、くったくった。さすが海辺で位置の立つ町だけあるな。魚の鮮度は内陸と比べ物にならねえぜ。それにしてもしばらくこの町で足止めを食いそうだね。ええ、まさか乗っていたアダマス号の方が違法とはな。あの通り船長は処分されちまいましたし、船は未払いの通行料代わりに接収されちまうって噂ですぜ。あのバルタ水軍とかいう連中は一体何者なんだろうね。アドル君が乗客と分かると解放してくれたようだが。それでも王兵で柄は悪いし海賊にしか見えないんだがな。ノーマンですよ。ノーマン？すごい航海技術を持っていて北からやってきた人たちです。この辺りだけではなく北海全体を荒らし回っているそうです。町や教会を襲撃したり人をさらったりすることもあるみたいで、バルタ水軍はそのノーマンの一派です。やっぱり海賊じゃねえか。そんな連中がどうして。グリア地方の支配者は確かロムン帝国なんじゃないのかね。ロムン帝国もバルタ水軍には逆らえないって噂されています。このオベリア湾はずっと昔からノーマンたちに支配されてきました。おかげでロムンに支配されずに済むっていう人もいますけど。おい、アダマス号の話は聞いたかよ。うん、僕は危ない橋を渡っていたラサル船長の自業自得だと思うな。そうかもしれんが、俺は船長に同情するぜ。そもそも通行料なんて海賊どもが勝手に決めた規則だ。俺たちがそんなものに従う必要なんて。おい、気持ちはわかるがそこまでにしとけって。ああ、なんだってこんな町に生まれちまったのかね。なるほどな、歓迎されてはいないみたいだな。どこの町もそうだが、まあいろいろとあるんだろうね。うん、そういえば船から見えたたくさんの島には本当に驚いたな。ああ、はい、そうですね。私たちには見慣れた景色ですけど。そうだ、ジョーちゃん、中には不思議な言われや伝承が残る島なんてあったりしないか。俺たちはそういうものに興味があったりするわけなんだが。もしかして皆さんそれで旅をされているんですか。お眼鏡にかなうようなものがあればいいのですが。そうですね、そうそう、どこにでもありそうな昔話なら知っていますよ。ほう、どういうお話なんだい。海王の玉座と呼ばれているお話なんですけど、その玉座はオベリア湾のどこかの島に隠されていて、見つけて座った人の願いを叶えてくれるっていう内容なんです。へえ、海王の玉座か。どうだアドル、お前さんの興味を引きそうか。お前さん、そう言いながらもうずうずしてるって顔に書いてあるぜ。でも本当にただの言い伝えですよ。いいじゃないか、若い奴らはそれくらい夢があった方がいい。俺だって昔はな。すまないね、こいつ飲みすぎちまってるみたいで。ちなみにもし玉座があったらロザリンドは何をお願いするんだい。私ですか。それはもちろん、このお店が繁盛しますようにです。
泣けるね。さすがルネさん自慢の看板娘だ。俺は三日三晩かけてこの店のぶどう酒を全部飲み干したいね。俺はもちろん幸せ、お店も繁盛して、ロザリンドも幸せ。まあ本当にそれくらいにしておけよ。兄さんたち絡んですまないね。いや気にしないでくれ。私この宿酒場ラズベリの娘でロザリンドと言います。皆さんは確か宿もご利用でしたよね。もし滞在中に困ったことがあれば何でも相談してくださいね。はい、何なりとご相談ください。それでは私はこれで、ごゆっくりお楽しみください。なかなかよくできた子じゃないか。うちの村のリリアを思い出すよ。それはそうと、アドル、海王の玉座も重要だが、滞在するなら先立つものが必要だ。なんせセルセタまでのロギンしか用意してこなかったからな。うん、そういうことなら私は町の診療所を訪ねてみるよ。来る時に見かけたんだが、どうやら医師を募集しているようだ。そいつは話が早そうですな。問題は俺たちの方か。兄さんたち仕事を探すつもりかい？ああそうだが、今だったら港と自警団が人を探しているよ。港はいつも人足が足りてないから、でかい兄さんならきっと歓迎されるよ。赤い兄さんは剣士だろ。自警団が臨時団員を探していたはずだ。そりゃ本当かい？いい情報ありがとうよ。とりあえず候補は決まったようだね。そんじゃま、一服したらそれぞれ出かけるとしますかね。そんじゃ、アドル、先生、ここからはそれぞれ別行動ってことで。ああ、私は診療所に行ってくるよ。しばらく滞在するなら町の様子も見てくるとしようかね。そういうことなら夕方の飯時に集合ってことにしますか。アドル、お前さんも。どうした、アドル？そうか。そんじゃ仕切り直して出かけるとしようぜ。アドルも自警団だけじゃなくて町を回るつもりなんだろう。そんじゃまた後でな。
ちょっと、そこの赤毛の君。あなた、見かけない顔だけど、もしかしてアダマス号のお客さん？大丈夫？怪我とかしてないの？いきなり話しかけてごめんね。うちの子と同じくらいに見えるから、おばさんたち心配になっちゃって。まったく、バルタイ水軍の連中もめちゃくちゃするわよね。オベリア湾を通る船に高い通行料を課して、払わなければ略奪することもあるのよ。だからアダマス号みたいにこっそり通ろうとする船もあるけど、バレてしまったら今回のラサルさんみたいにね。それが彼らは通行料を払った船は護衛して安全を保障するのよ。湾内の秩序維持に一役買ってるから、ロムン帝国も黙認してるって話よ。結局ここに住んでる以上は彼らに従っていけるしかないのよね。昔に比べれば略奪も減ったからマシになったと思うしかないわ。クレマン町長がもう少ししっかりしてくれるといいんだけどね。町長も私たちとバルタ水軍の板挟みでかわいそうだとは思うけどね。でもそれが町長の仕事なんだから。あなたもくれぐれも彼らに目をつけられないようにね。いやー、やはりスパニさんの革製品は品質が違いますな。オベリア湾の海産物こそ絶品ですよ。やはり味の濃厚さと身の締まりが違う。ロムンとイスパニは敵対国ですが、今日はお互いいい取引ができましたな。何を隠そう、今回の取引は彼が仲介してくれたおかげですぞ。その服装、もしかして彼は？ええ、お察しの通りノーマンです。ただ斧を振り回すより商売の方がどうも肌に合っているようでして。そりゃあいい。ノーマンの航海技術は一級品と聞く。交易にはうってつけじゃないか。恐れ入ります。それに戦時下で交易が行えるのはバルタ水軍のおかげですな。彼らがいてくれるおかげでこの海域はどちらの船も航行できる。コールさえロムン役人も口を挟まないし、私たちにとってはまさに天国ですな。これからもごひいきにお願いしますよ。こちらこそです。引き続きバルタ水軍にもよしなに取り計らっておきましょう。それはそうと、ロメスさん、先ほど自警団から連絡があって、事故で街道が封鎖されているそうですよ。確か重要な商談でお出かけの予定があったのでは。おっと、さすが耳が早いね。そのことなら知ってるよ。自警団に状況を問い合わせ中なんだが、そろそろ報告が来ると思うんだがね。あれ、
お客さんですか？わかった、入団志望者だな。見かけない顔だけど俺と同じくらいの年齢か。俺はグレン、お前の名前は？なるほど、アドルっていうのか。いやー、入団大歓迎だぜ。絶対絶対入ってくれよな。ってなんか浮かない顔してんな。やっぱそこ気になる？前はもうちょいマシだったんだけどな。自警団に過度な力は必要ないって町長に予算を減らされちまったんだ。今の町長はバルタ水軍の言いなりで、情けなくて涙が出てくる。あちゃー、やっぱりか。あー、ただどっちにしても今は団長がいなくて詳しい話もできねえ。明日はいるはずだから昼頃に話したけども聞きに来てくれよ。こいつは俺の予感なんだが、お前とは仲良くなれる気がする。来たれ若者、自警団は君の参加を待っている。
詳しい。ありません。私の名前、リラ。あなたは。なるほど、その貝殻からね。そのマナというのは魔法のような力なのかね。そりゃそうだろうよ、身についたばかりなんだろ。そのアドルが戦った死なねえ狼ってのも気になるな。港の連中にいろいろと話を聞いたが、そんな話題は全く出なかったんだが。今まさに何かを起こそうとしている、そういうことかもしれないね。バルタ水軍、マナ、不死の狼、それにそのリラとかいう人物、昨日聞いた海王の玉座とは違うが、いきなり謎がてんこ盛りじゃないか。この状況ってのは、もしかすると…冒険ってのは、挑むものとばかり思ってたが、アドルといると向こうからやってきてくれるようだな。面白くなってきたじゃねえか。それにしても無数にある島からその女性を探すのは骨が折れそうだな。とにかく情報と、それから船が必要になりそうだね。俺は人足やることが決まったから、港で情報を集めてみますよ。私もアスラッド診療所で臨時医師として働くことになった。町の人間で協力者になってくれる人物がいないか当たってみるとしよう。よっしゃ、アドル、それじゃ明日から行動開始だな。
人で来るとは意外だった。確認をさせてもらう。いろいろと疑問はあるだろうが、説明するのは面倒だ。昨日の続きとでも思っておけ。やっぱ知ってんのか。今度は手加減抜けた。どうだ。マナの力、どうやって身につけやがった。少なくともアダマス号の時には使ってなかったはずだ。リラだと？知らねえな。私たちにとっちゃマナってのは形がない力の概念だ。剣に宿れば勝利をもたらし、船に宿れば航海の安全をもたらす。主神ハールに選ばれた者だけがその力を使うことができる。バルタ水軍で使えるのは私と親父だけだ。あ、そんなことお前に。まさかグリーガー。お前も昨日戦っただろ。普通の武器じゃ何度倒しても傷を癒して立ち上がってくる。こいつらはマナでしか倒せない。モテモテじゃねえか。親父とこうなったことはない。とりあえず調べろって言われたことは大体分かった。私はこれで引き上げる。じゃあな。は？何のために。私はノーマンだ。場合によっちゃ次はお前を殺す。それが嫌ならさっさとオベリア湾を立ち去れ。わっ！いった！なんだこれ。おい、お前一体何しやがった。鍵は見たところついてなさそうだな。外れねえ。おい、お前も手伝え。このままじゃいろいろと困るだろ。外れなきゃお前の手を切り落として帰らせてもらうぞ。
呪いの類か。こうなった以上気は進まねえが、親父に相談してみるしか。どこにいるかは知らねえよ。やれやれ、確かアドルとか言ったな。手を切り落とされたくなければしばらく一緒に行動してもらうぞ。おい、それはこっちのセリフだ。私の名前はカージャ、カージャ・バルタだ。バルタ水軍の統領グリムソン・バルタの娘だ。気づいていたのか。早速だけど、私はバルタ水軍の司令所へ報告に行く。公安区まで付き合ってもらうからな。おい、あんまり離れるなよ。またこけるのはコリゴリだ。グンナルあたりが何か知らねえかな。なんで私。姫さん、戻ったんすか。誰ですか、そいつは。グンナルはいるか、報告がある。今呼びますよ。姫さんが仇の男を連れてくるとはな。お前、ひょっとして姫さんのこれか。え、マジか。そうか、お前みたいなのかな。そういや、アダマス号で姫さんが戦った剣士も確か。おい、何をひそひそ話している。大したことじゃありやせん。とっく。姫様、どうされました。グンナル、お前もいい加減に姫はやめてくれ。おや、その少年は。グリムソンに調べろって言われた剣士だ。棟梁に。ああ、思い出しました。確かアダマス号の乗客の。なるほど、マナが使えることに加えて謎の枷ですか。それでその少年と姫様は互いに離れられなくなったと。おい、お前笑ってねえか。いえ、笑っておりません。確かにこの件は棟梁しか判断できない異例な状況のようです。ただ棟梁は外洋に遠征中でして、戻るのは明日の予定です。は？明日？じゃあ私はこの後どうすれば。僭越ながら
姫様は今日一日カルナックでお過ごしください。え、なんでだよ。まず盾の兄弟でない者を我々に同行はさせられません。考えようによっては良い機会かもしれません。支配地の住人が実際に何を思い生活しているのか、そろそろそういうことにも目を向けるご年齢かと思います。まあさらに今の状況は妙な誤解を招く可能性があります。妙な誤解？中にはこの件を姫様の不祥事と喜ぶ輩もおりましょう。何も進んで神武に議題を提供する必要はございますまい。わかったよ、それ以上言うな。アドル君だったね。アダマス号では驚かせてしまった。私はバルタ水軍の戦士長でグンナルというものだ。ノーマンに出会うのが初めてなら誰だってそうなるよ。思うところはあるだろうが、解決を望むなら協力が必要そうだ。我々には我々の流儀があり、相入れないこともあるだろう。ただこの状況が解決するまでは彼女と我々に協力してほしい。悪いが話を聞く限りこれについては協力が不可欠だよ。姫様、棟梁が戻ったらすぐ知らせるようにします。それまでなるべくアドル君の言うことを聞いて行動してください。グンナル、おかしくないか？なぜアドルの方を信用するんだ？それを知りたいとお思いなら今回のことはなおさらいい機会です。少なくとも彼は旅慣れていますし、話が通じる人物だと思いますが、私は任務に戻りますのでどうかお気をつけて。アドル君、後をよろしく頼む。アスラッド診療所か。腕は確かで、うちの連中も世話になってるみてえだけど。はい、どちら様ですか？フレア先生、お帰りなさい。すみません、イブリーズさんのお宅には父が行くはずでしたのに。いやいや、気にしなくていい。それよりミラベル君、少々込み入ったお願いがあってね。はいはい、何でしょう。先ほどから後ろの有名人さんが気になって仕方ありませんけど。うん、まさにかぬ。ほうほう、なるほどなるほど。ちょうど今奉仕活動の一環で古着を集めて、その中に姫の背丈に合い。 あれ、どうされました？いや、
あんたは私を怖が…病人、怪我人、お困りの方、ラムンだろうと、イスパニだろうと、ノーマンだろうと、それにそういう事情でしたら協力を、ちょっとだけ時間をちょうだいね。よいしょっと。それではどうぞこちらへ。私は別に今のままでいい。これが上着ね。ちょっと待て、私はノーマンの戦士。そんなペラペラな服。その質ミラベル君。うん、その服と。でもその時その場所。そう、あなたたちのマナのよ。は？場にふさわしい服は。私もこの看護服に袖を通すたび、今あなたが着ている服にも。姫は今日一日、この服はそのための力と、大きな出来事があった時に着た服。お前たちはそう考えるの。分かったよ、着替えりゃいいん。思い出とやらはよく分からねえが。そう来なくちゃ。ご覧、そうなんだよ、若いのに。彼女はどんな子供に。パンパカ。それでは登場していた話題の海賊姫から可愛く変貌。これが可愛いなのか。